原さと子を演じました蒼井優と申します。福原優作を演じさせていただきました高橋一生です。僕は夫婦役をやらせていただいて2度目なので、スパイの妻のお話をいただいて蒼井さんだっていう風になった時に僕はもうマネージャーさんにやったって言いましたね。なのでそのぐらいお芝居にかけて本当に全幅の信頼をしているので、お芝居をすることが楽しみで仕方なくなる人なので、一緒にまたしかも夫婦でご一緒させていただくっていうことはもう楽しみでしかなかったので、あとはスイッチといいますか、本番始まってカットかかった後 OK ってなった後の2人の何気ない何でもない会話が僕は楽しいので、お芝居の話をするっていうことよりも作品の何か話をするというよりも何気ないその日常の会話を重ねつつお芝居で会話もできるっていう方なので、僕は非常に楽しい気を使わない一月半ぐらいを楽しく過ごしていましたっていう印象です、はい、ありがとうございます。蒼井さんいかがでしょうか。はい、もう本当にありがとうございます。ありがとうございません。先輩ですし本当に尊敬してる先輩なんですけれども、こうなんでしょうね、こう一緒に何かを作るっていうことをさせていただけることがとてもありがたくて、なんかすごい先輩だってことは分かりながらも一緒に歩んでくださることにすごく感謝しています。こんな大きな作品をまたやらせていただいたんですけど、できればまた共演したいです。ありがとうございます。なかなか見られるものじゃない。わあ素晴らしいですね。一人撮ったわけじゃなくてみんなでみんなのものですからね。監督賞とかいうふうに言われてもいるんですけど、僕が監督している現場を多分誰も見てないんですよね。だからもう僕何や寝てたかもしれないんで、やっぱり作品が撮ったということでもう全員の力です。まあ、ここ今この3人が代表してここにいますけど、まあ、全員のものだと思っています。はい、こんにちはと。